紹介していきます。ハローエブリワン、メディアビーコンの内山です。今日は現役英語教材編集者が解説するトイック満点を取るために使い込んだ一冊について紹介していきたいと思います。実際私はトイック990点、満点を取る前にですね、985点とかその前の960点、975点とかっていうのを行ったり来たりしてたんですね。で、そこでですね、どうにかして990点取ろうと思ってからですね、何度も何度も使い込んだ本が一冊あるんですね。それが、こちらの、トイック選んだアルテスト900点特急、パート 5&6 なんですね。で、こちら本当に使い込みました。はい、こちらを何度も何度もやって、なんとか990点取れた。っていう感じですね。実際ですね、私は個人的に一番パート5と6が苦手だったっていうのもあって、こちらを何度も使い倒したんですけど、実際に満点を取る前にどんな風に使っていたのかという話や、こちらの本の特徴について解説していきたいと思います。トイックで高得点を取りたいという方や、パート5や6が苦手という方は、必ず最後まで今日の動画を見てください。また、今日の動画やトイックに関して質問がある方は、コメント欄にて質問募集中です。毎日コメント欄チェックしているので、質問がある方は必ず書き込んでくださいね。それでは、トイック満点を取るために使い込んだ一冊紹介していきます。Let's get started! はい、それでは簡単に今日の流れを説明します。まずはじめに、満点を取る前に使い込んだ一冊と、その満点を取った時の使い方、最後にまとめという流れを説明していきます。はい。で、まずですね、先ほど見た通り、こちらの一冊をトイック990点取る前に何度も何度も使い込んだ本なんですが、こちらのタイトルがトイック選んだアルテスト900点特急パート 5&6 になります。はい、こちらは加藤正史先生が著者で、朝日新聞出版さんから出ています。はい、まあね、こちら900点突破の動画でも紹介しているんですけれども、こちらね、本当にパート5、6があと一歩足りないとか、900点まであと一歩足りない理由がパート5、6であったりとか、900点以上をね、狙う方でもですね、このパート5、6が苦手っていう方は特に使ってほしい一冊になっています。で、こちらの本の特徴なんですけれども、まずですね、900点以上狙う人が間違える問題ばかり入ってるんですね。特にですね、トイックパート5、6、ほとんどの問題、感覚で解けるよっていう人は、このね、こちらに登場する文法問題とかはよく間違えると思います。文の意味的には通りそうだけど、文法的に入らないとかっていうね、問題がたくさん入ってるんですね。トイック900点以上狙う場合、大体、トイックパート5の問題解けるんですよね。ただ、どうしても解けないから900点逃してしまうとか、満点逃してしまうっていうのがあるので、そういう問題を中心的に練習できるのがこちらの一冊です。はい。で、こちらの本の解説がすごくいいんですけど、こちらの本の解説では、間違いの選択肢の間違いである理由っていうのが明確に解説されているんですね。なので、この問題の中でもね、なんとなくこれかなと思って選べたとしても、解説を読んで、あ、この選択肢はこれが間違いだから違うんだとか、この正解はこれがこうだから正解なんだっていうのね、しっかりこれを読むことで理解できます。実際に私もこれを読んで、あ、私に足りなかったものは、間違いの選択肢をどうして間違いなのかっていうのを細かく見ていなかったなっていうのに気づいたんですね。なので、900点以上取るためにはですね、やっぱり正解の理由、間違いの理由っていうのを徹底して見ていく必要があるんだなって本当に実感しました。で、あとはですね、こちらの音声全部ついてるんですけれども、こちらの音声がですね、同じ英文でも、アメリカ人とイギリス人の英語、アメリカ英語、イギリス英語で読まれています。なので、ちょっとね、難しめの単語が出てくるんですけど、その単語がアメリカ英語だとこうで、イギリス英語がこうでって読まれるんだっていうところも聞けるので、非常に便利でした。はい、で、それでですね、こちら、を、じゃあ実際に満点を取るために使ってきた方法なんですけど、主に2つあるんですね。まず1つ目が選択肢を見ないで解く方法です。こちらの本でですね、初めに紹介してるんですけれども、こちらも何度も何度もやると、なぜそれが正解なのか、理由はちょっと曖昧だけど、これが正解って分かってしまうようになってくるんですよね。で、そういう場合はもう選択肢を見ないで
英文だけ読んで、この欄にはこの単語が入るって、そこを思いつくまでやるべきだっていうふうに書いてあって、まあね、それを徹底してやっていきました。あとはですね、ちょっと、あとは先ほどもちょっと言ったんですけど、まあ、正解の理由と、不正解の理由っていうのを書き出していきました。まあ、こちらの本の解説にも書いてあるんですけれども、その解説を見る前にですね、この選択肢はこれがこうでこうっていうのを書き出しました。この書き出すっていうのもポイントだと思うんですね。こう、解説読むだけとか、これはこうだから、こうだ、間違いだなっていうふうに思うだけだと、こう、本当に自分がちゃんとそれを理解できていない可能性があるんですよね。こう、自分の中で整理するために、綺麗に説明するにはやっぱり書き出すっていうのが大事だと思います。一個一個やっていくのは大変だったんですけど、それをやればやるほど、やっぱり自分の中で整理がついていきました。はい。で、今これはね、ちょっとどういう風に使ってきたかっていうんですけど、まあね、問題を解いて、先ほど言ったように、選択肢を見ずに解く回とか、ね、正解の理由、不正解の理由を明確に書き出していくってこともしていましたが、で、主にね、これを何度も何度も回していった時のやり方なんですけど、はい、こちらですね、ファーストからフィフスラウンド、そしてファイナルラウンド、最後にボーナスクエスチョンズっていう構成になっているんですね。で、それぞれ、ファーストからファイナルラウンドには、パート5が15問、パート6が2セットあります。まあ、つまり、実際のテストの半分のボリュームがあったんですね。こちらはもうですね、月、火、水、木、金、土、日と、1日1つずつ当てて、もう1週間、1ヶ月ね、4、これを曜日ごとに当てて、もう1週間、毎日1ラウンドずつやっていくっていうふうに進めていきました。具体的には毎日1ラウンドやって、通勤時間にやってたんですね。で、朝の電車の中で1周、帰りの電車の中で1周、まあ、計2周やっていました。で、問題を解くのを2周しただけではなくてですね、まあ、先ほどもちょっと言いましたが、復習とか音声確認までやっていきました。で、これがどうして間違いなのかっていうね、書き出しとか、あとは、音声確認とかね、アメリカ英語、イギリス英語両方で聞くっていうこともしていましたね。はい、こちらね、やっぱりオーバーラッピング、シャドーイングしてほしいんですけど、この本はですね、本当に通勤時間でしか使わないって決めていたので、結構ですね、シャドーイングとかは、こう帰り道、電車降りてから家に着くまでとかにですね、電話するふりしながらずっと音声聞いてシャドーイングして、まあ、10分ぐらい、徒歩10分ぐらいのところにお家があるので、10分間ずっとシャドーイングをするみたいなことをしていましたね。はい。たまに途中で終わらなくて、遠回りしながら帰ったりとかもしてましたね。まあね、健康にもいいし、シャドーイングもできる、すごくおすすめな方法です。はい。まあね、恥ずかしい場合とかだったら、まあ、口パクとかでもいいんですけど、まあ、どうにかして声を出した方がいいので、たまにはね、お家で、じゃあ声出してやって、普段は口パクでやるみたいな形でも大丈夫かなと思います。以上、トイック、満点を取る前に使い切った一冊についてでした。それでは最後のまとめです。最後のまとめの前に一つだけお知らせがございます。メディアビーコンでは、トイックのスコアアップをしたいという方に向けて、ビーコンイングリッシュコーチングのサービスを提供しております。ビーコンイングリッシュコーチングでは公式 LINE にてトイックのスコアアップの方法や目標設定の方などをまとめた特典を配布中です。ぜひお友達登録お願いいたします。それでは本日のまとめです。今日はこちらのトイックエラー&Rテスト気迫点特急パート5&6について解説していきました。こちらは加藤正史先生が著者で朝日新聞出版社から出ている本ですね。はい。で、特徴として説明したのが、やっぱりですね、気迫点以上を狙う方が間違いやすいものが凝縮されているよということですとか、あとは、まあ、間違いが何で間違いなのかっていう解説がね、しっかりされた。音声がアメリカ英語、イギリス英語だったりするので、すごくやりやすいです。あとは、アメリカ英語、イギリス英語両方とも入っているので、とても勉強しやすいです。こちらの方でですね、答えを覚えてしまったら、もう選択肢を見ないで解いてって書いてあったんですけど、私もですね、もう何度も何度もやっていくうちに選択肢を見ないでも解けるようになりました。あとは、まあ、正解の理由、不正解の理由っていうのを書き出すようにしていました。こちらはですね、やっぱり大切読むだけとか、自分で考えるだけだと、やっぱりどこか消化できていない部分があるので、きちんとね、書き出して、これはこうだからこうっていうのを、自分の中で消化していくようにしていったんですね。はい、で実際にこちら、学習進めるときにはですね、まあ、毎日1ラウンドやっていきました。それを何週もしたんですね。はい。で、1日1ラウンドですけど、その1ラウンドを2週やってました。朝と帰りで1週ずつですね。
で、その際なんですけど、まあ、復習とか音声確認もやってましたし、シャドーイングまでやってました。シャドーイングは、まあね、帰り、ちょっと電話かけるふりしながら、こう、大きな声で喋ったりとかしてましたね。ちょっとね、帰り電話かけるふりしながら、シャドーイングでムツムツ言うみたいなことをしていました。本日の動画は以上になります。ビーコーイングリッシュコーチングでは、公式 LINE にて、トイックに役立つ情報をまとめた特典を配布中です。ぜひ、お友達登録お願いいたします。また、ビーコーイングリッシュチャンネルでは、トイックや英検、英会話などの英語学習に役立つ情報を発信しております。今後も英語学習に役立つ情報を発信していきますので、ぜひ、チャンネル登録お願いいたします。また、高評価、コメントいただきますと励みになりますので、よろしくお願いいたします。また、トイックや英語に関して質問がある方は、コメント欄にて質問募集中です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。Thank you for watching, and I will see you next time. Bye bye!